チューはかなり無難のイメージあるよな。コンボ入るけど、このゲームってその、最後に大技を決めないといけないゲームなんですよ。小技でフィニッシュできないんですよ。まあそういうところで言うと絶対最後は強攻撃以上じゃないと死なないみたいな感じなんですよ。その最後のその撃出の当てやすさがキャラによって全然違うみたいな。投げでフィニッシュできるキャラもいればできないキャラもいるみたいな。おー、詰まった。そうです。スーファミのウルトラマン形式なんですよ。大技でフィニッシュ。まあだから結構見栄えがいいんですよね。で、それが面白くて、最後で大技フィニッシュしないといけないから、逆転性があるんですよ。どうしてもその格闘ゲームって、相手追い詰めるほど、小さい技で良くなるじゃないですか。隙が小さい技で良くなるから、結果的に逆転しづらいですよ。やっぱりどうしても格闘ゲームって。隙を晒す必要性がどんどんなくなっていくんですよ。でも、その場合は逆で、フィニッシュする側が隙が大きい技を出さないといけないっていうシステムやから、結果的に隙が生じるんで逆転が生まれやすいんですよ。そうそう。有利になった側の方が立ち回りが良くなる。パーセンテージもね、パーセンテージが低い時の方がコンボ食らいやすいんですよね。で、パーセンテージが溜まっていくと、コンボ食らいにくくなるけど、なって、攻撃力が上がるんですよ。パーセンテージ溜まってる側の方が攻撃力が上がるんですよ。だから今78%溜まってて、ロボの攻撃力が上がってるっていう。まあ、それも逆転しやすくシステムだ。だからこれ28%で100対126%でかなり差があるように見えるけど、見た目ほどないって感じだね。メテオっていうのは、下に叩きつけて撃墜するっていうやり方です。まあ、基本的にはこのゲームって、横に吹っ飛ばすか上に吹っ飛ばすかなんですけど、下方向に吹っ飛ばせるんですよね。それをメテオっていう。で、メテオできる技は結構限られてるね。下に叩きつける、すごい勢いで下に叩きつける技でしかフィニッシュできない。で、結構このゲームの花だね、メテオは。復帰しようとしてくる相手を、まあ、狩るみたいな感じです。見た目はかっこいいね、やっぱり。で、このゲームってやっぱいろんな方向にバーストできるキャラが強くて、食らってる方も、例えば、上に吹っ飛ばされると思ったら、横に入れたりすると、ベクトル変更って言って、吹っ飛ぶ方向を緩和することができるんですよ。だから、上にしか吹っ飛ばせないキャラは、常に横にベクトル変更することによって、なんていうかな。まあ、実際体力増やせるんですよね。バーストのさせづらくできるんですけど、例えば横と上どっちにも吹っ飛ばされるキャラだったら、横に入れてると逆により飛んじゃうんですよ。やっぱ上に吹っ飛ばされると思って、横にレバー入れてたら、横に飛ばされて余計吹っ飛んじゃうみたいな感じになっちゃうんで、だどっちでもバーストできるキャラがやっぱ強いっぽいですよね、多分。食らってる方も一生操作してるゲームなんですよ、これ。まずこのコンボ食らってる時にずらしっていうのがあって、なんかどっち方向に吹っ飛ぶかみたいな、なんか、のけぞりをどっちにのけぞらせるかみたいなのをまず選べるんですよ。で、それを踏まえてコンボする方もやるし、食らってる方も読み合いするし、みたいな。で、バーストする時も、どっちにベクトルを変更するかっていうのを選ぶから、アクション性マジでやばいですね。スマブラは。で、ガードも、ガード硬直みたいなのがなくて、ガーキャンできるから、ガードを常にキャンセルできるから、で、超必殺の演出とかもないから、ゲームが止まる瞬間とか、固められてる瞬間っていうのがないんですよね。やることの多さ本当にすごいですね。しかもガードして固まることもできないんですよ。ガードがめっちゃ弱くて、ストレート比べたら弱くて、本当に常に動いてるゲームだ。桜井さんの格ゲーの食らってる方が暇なのダメじゃねっていうのは出発。いや、でもそれは俺もね、マジ激しく同意。それは。まあ、それは人によって好みがあると思うけど、俺がスマブラが好きな理由、ハマった理由はそれなんですよ。やっぱ操作してない時間が短いっていうのは、もうそれだけで、神。まあ、それはもう人の好みなんですけど、俺はそれが好きやから、スマブラが好き。ピカチュウいいね。ああ、ワンパターン補正も確かにスマブラのならではのシステムだな。同じ技を使ってるとどんどんそのダメージが下がっていくっていう。確かにな、あれ、ありそうでスマブラにしかないもんな。だワンパターン総裁は、確かにな、格ゲーからすると、かなり斬新なシステムだね。まあでもなんか格ゲーは、まあ、やってる方からすると、あれだけどね。同じ技だけど、同じ技じゃないっていう感覚はあるけどね。例えば中足を、基本的に格ゲーって中足振るやん。でもこの中足とさっきの中足違えからっていう、そういう感覚はあるけど。一応同じ技なんだけど、モーションは同じなんやけど、みたいな。この当てに行った中足とこの刺しに行った中足が違うから、みたいな。
波動拳を一生売ってるだけやけど、波動拳一つずつの意味は全部違うみたいな。そういう感覚はある。やってて。でも、実際にそのワンパターン総裁が導入されたら、戦略自体が変わってくるだろう。いろんな技を使うことが戦略的に強くなるから、まあ、そういった見栄え良くなるだろうね。まあ、戦略が変わるって感じだね。あるとなしと。でも、あれなんだろうな。多分、その、やられてる側への配慮なんだろうなって思うな。ワンパターン総裁は。だ同じ技をばっかりでやられるのってやっぱなんかつまんないよ。だ波動拳とかにしても、やってる方はもちろんそのいろんな意味を込めてやってんねんけど、やられてる方からしたら、ずっと同じことやられてるって感じやから、まあそれを緩和できるいいシステムなんだろう。ホンダとか相当良くなるだろうな。けど面白そうだな。ハード6にワンパターン総裁導入されたらかなり面白そうだな。ただキャラによってちょっと差が出ちゃうかもね。技が多いキャラが、有利っていう風にはなりそうだな。まあそれも含めての調整になるだろう。これはステージを話してます。だ結構スマブラの大会って格ゲーの大会と違って選手とのコミュニケーションが必須で、結構話し合いしながらやるんですよ。だから俺エボジャパンでスマブラの大会出たんですけど、結構緊張したね。だゲーム側じゃなくて選手側で決めてることが多いから、スマブラって。だからお互いそのルールにのっとってちゃんとやらないとできないんですよ。ステージは終点か戦場かだけじゃない。いろいろありますね、うん。ここは違うしね。戦場にも台が3つあったりとか。まあ、台の、かなりいろんな要素があって、ステージは。台の数と台の高さと、この横のステージの広さも違うし、で、この空間、外のステージの広さも違うから、吹っ飛びやすいとか吹っ飛びづらいとかもあるし、あとこのステージの形も違う。下から復帰しやすいステージと復帰しづらいステージがある。かなりいろいろあって、まあ、でも結局その、お互い、バーンもできるから、まあ、ポケスタになることが多いねんけど、これなんだっけな、これはなんか、ちょっとステージに忘れてたけど、ここはちょっと珍しいかもな、選ばれんの。まあ、FPS は多分、どっちかとその、世代の問題だと思いますけどね。かぐややっぱ昔からあるからね。FPS はその、まあ、比較的最近出てきたジャンルっていうのと、チーム戦っていう二つの要素だと思いますけどね。若い子が活躍しやすいのは。なんか、ケンキさんも言ってんけど、FPS ってチーム戦やから、その、調子悪くなった時点でも、あれらしいんですよね。新しい人に交代らしいんですよ、ね、基本的に。だから、格ゲーマーって、昔からやってる人は活躍してるけど、言うてそのプロたちも、勝ったり負けたりしてるじゃないですか。その、ずっと勝ってるわけじゃないじゃないですか。負けてる時期があるけど、まあ別に負けてても誰にも迷惑かけへんから頑張って続けてて、で浮き沈みしながら続けてるって感じじゃないですか。でその沈んだ時点でもう交代らしいんですよね。だから別にその引退したくてしてるわけじゃなくて、強制的に引退なんですよ、その時点で。まあもちろんその続けてる人もいるけど、そうやって引退してる人が多いってことらしいです。だからチームゲーはその辺がすごい過酷ですよね。そう、椅子の取り合いですね。